熊野プーさんは1926年に発表された永遠未ンの児童小説。熊野ぬいぐるみで蜂蜜好きのプーと森の仲間たちとの日常が10のエピソードによって描かれている。1928年には同様の構成を持つ続編プー横丁に立った家も発表された。熊野プーさんのシリーズはこの2つの物語集と、 その前後に発表された二つの動揺集、僕たちがとても小さかった頃、僕たちは6歳の計4冊からなっており、差し絵はいずれも E.H. シェパードが手掛けている。A.A. ミルンはこの作品を自身の息子、クリストファー・ロビン・ミルンが持っていたテディベアから着想した。この児童小説とそのキャラクターは発表当時から広く人気を集め、 多数の言語に翻訳されて、今なお世界中で読み継がれている。1960年代からはディズニーによって一連のクマノプーさんシリーズのアニメーションが作られ、原作の知名度に大きく貢献した。ディズニー版では、ウィニーザプーとハイフンが脱落した表記が扱われており、日本ではクマノプーさんの表記が作品、キャラクター双方で用いられている。 ウィニー・ザ・プーの名前の元となったカナダ・マニトバ州、ウィニペグから来た熊の、ウィニーと元の飼い主のコルバーン注意、熊のプーさんは1926年、作者、エーエミルーンが40代の時に刊行された。ミルーンはすでに風刺雑誌、パンチの不可編集長を及び同士で活躍するユーモア作家としてのキャリアを経ており、1924年に子供向けの著作として、 初めて手掛けた童謡集、僕たちがとても小さかった頃が高い評価を受けていた。この童謡集は、当時3歳だった自分の息子、クリストファー・ロビン・ミルンのために作った童謡を集めたもので、後にプーとなる彼のテディベアも、エドワード・ベアの名称で、テディベアという詩の中で顔を見捨てている。クリストファーがもう少し成長すると、ミルンは息子のために彼の持つ、 ぬいぐるみたちが活躍する物語を構想し、これがクマのプーさんの形をとった。ミルン家のテディベアはもともとベア、テディ、エドワードベア、ビッグベアなど様々な呼ばれ方がされていたが、これがさらにウィニー・ザ・プーという名称を持つに至った行き冊は本作品の序文に書かれている。まず、ウィニーは当時ロンドン動物園で公開され、 人気を集めていたカナダマニトバ州ウィニッペグから来たメスの黒熊、ウィニーにちなんでいる。もともとは女性名であり、物語の冒頭では語り手がクリストファー・ロビンにバッド、愛想と非言わず、エイボーイと問いかけるシーンがある。プーの方はもともとはミルを親子がたびたび訪れていたウェストサセックスのポーリングにいた白鳥に付けられていた名前であった。この白鳥の プーも、僕たちが、とても小さかった頃の中の詩、鏡にその名前で登場している。作中のキャラクターの元になったぬいぐるみたち。後列左から、カンガ、プー、いいよー、前列左から、ティガー、ピグレット。カンガの子供、ルーは、ミルン家が生じしていた時に紛失してしまっている。また、プーの差し絵の方のモデルとなった、グロウラーベアも現存しない。後に、プーとなる。 このファーネル社製のテディベアは1921年クリストファーが1歳の時に誕生日プレゼントとしてハロッツで購入されたものであった他のキャラクターのうちロバのイーヨーは同年のクリスマスプレゼントとして小豚のピグレットは隣人からプレゼントされてクリストファーに与えられていた執筆が進むとミルンは物語に登場させるために新たに カンガルーの親子カンガとルー、虎の子供、ティガーのぬいぐるみをハロッツで購入した。登場キャラクターのうち特定のモデルが存在しないのは、フクロウのオウルとウサギのラビットだけである。キャラクターのモデルとなったこれらのぬいぐるみは、ミルンによる出生証明書付きでアメリカ合衆国で長年の間巡回展示が行われた後、1987年より、 ニューヨーク公共図書館にて展示保存されている。これらのぬいぐるみたちに声と性格を与えたのは、ミルンの妻、すなわち、クリストファーの母親、ダフネであった。ぬいぐるみたちと一人遊びをするクリストファーに、母親が加わることによって、ぬいぐるみたちに生命が吹き込まれていった。ミルンは、自分は、こうして生み出されたキャラクターをありのまま描写しただけだと、記している。 物語の舞台は、サセックス州に実在する、田園地帯アッシュダウンの森をモデルにして描かれている。ミルンは1924年夏、息子が4歳の時に、この地の北のハートフィールド近郊に建てられていた家、この丘、コッチフォードファームを買い取って、別荘とした。そして改修が済んだ1925年以降、毎週末や復活祭。 夏季休暇などの旅に祭主と乳母の4人でこの地を訪れており、クリストファーはいつもぬいぐるみたちを連れてきていた。作品が有名になって以降、アッシュダウンの森はプーさんの愛読者が訪れて物語を追体験する観光地となっている。クマのプーさんシリーズの挿絵はミルンの古巣であるパンチの画家 E.H. シェパードが手掛けている。最初にシェパードが ミルンの差し絵を手掛けたのは、僕たちがとても小さかった頃の出版に先立ち、そのうちの数編がパンチに掲載された時で、この際にシェパードが差し絵画家として抜擢されることになった。ミルン自身はもっと名のある画家に頼みたいと思っていたため、当初はこの決定に不満を持っていたが、出来上がった差し絵を見て、自分の作品に差し絵を描いて成功する者は、シェパードを置いて、 他にないと確信したという。実際シェパードの挿絵は、プーさんの物語世界と非常に合ったものとして、現在では、不思議の国のアリスのために描かれたジョン・テニエルの挿絵と並ぶ評価を受けている。熊のプーさん出版の際には、シェパードは、ミルンの家に招かれ、キャラクターのモデルとなったぬいぐるみたちを様々な角度から丁寧にスケッチして、挿絵の準備をしている。ただし、プーだけは、 ミルン家のテディベアのスケッチも撮っていたものの、結局描き慣れていた自分の息子グレアム所有の、よりずんぐりした体型のテディベア、グロウラーベアの方をモデルにして描くことになった。グロウラーは、おそらく主体不写生で、僕たちが、まだとても小さかった頃の挿絵のほか、それ以前のシェパードによるパンチ機構作品にも何度か登場している。シェパードはまた、ミルンの別荘コッチフォードファームにも、 家族ぐるみで招かれ、この地を散策して、物語の舞台のスケッチを撮った。これらのシェパードのスケッチの大部分は、1969年に、ロンドンのビクトリアアルバート博物館に寄贈されている。後年、シェパードは、熊のプーさん、プー横城に立った家の自身の挿絵に彩色を施している。この彩色版は1973年に出版され、 その後広く使用されるようになった。またシェパードは元の挿絵ほどの評価は受けていないものの、1950年代の終わりに絵柄を変えて描いた別の彩色版プーさんも手掛けている。熊のプーさん、編集、熊のプーさんは前書きと10編のエピソードで構成されている。前書きでは、前著僕たちがとても小さかった頃に触れられるとともに、 前述したウィニー・ザ・プーの名の由来や、前作には登場しなかったピグレットについて書かれている。本編の始まりと終わりをはじめ、物語のいくつかの部分で、語り手が息子のクリストファー・ロビンに物語を聞かせている場面が挿入されており、これらの場面では、プーたちは話したり動いたりしない、普通のぬいぐるみとして描かれている。本編はまず、 プーが木の上のすがるの巣から蜂蜜を取ろうとするエピソードから始まる。プーはクリストファー・ロビンから風船を借り、それに捕まって木の上まで浮かび上がるが、蜜チではなかったことに気づき、クリストファー・ロビンに鉄砲で風船を打ってもらい地面に戻ってくる。第2章では、プーがラビットの家を訪問して、パンをご馳走になるが、お腹が膨れたために出口の穴につっかいてしまい、 その穴にはまったまま一週間を過ごすという失敗談が語られる。第3章からは、プーの親友である小豚のピグレットが登場する。この章では、二人はプーが雪の中で見つけた謎の足跡を一緒になって追跡するが、実は自分たちの足跡を追って、木の周りをぐるぐる回っていただけだったことが判明する。プーとピグレットの冒険は、第五章でも語られ、ここでは、 ヘファランプという謎の生き物を捕まえるために、二人で落とし穴を掘るが、その翌日、穴の底に設置した蜂蜜の壺の誘惑に耐えきれずに、自ら穴にはまってしまったプーが、ピグレットたちによって発見される。前後の第四章、第六章では、インキナロバのイーヨーが、話題の中心となる。第四章のイーヨーは、自分の尻尾をどこかになくして気ようとしており、プーは、 あちこち探し回った挙句、それが、オールの家の玄関の鈴紐になっているのを発見する。第6章のいいようは、誕生日であるにもかかわらず、誰からも祝われないことで気を落としており、プーは中身をすっかり食べてしまった蜂蜜の壺を、ビグレットは、持ってくる途中で割ってしまった風船をプレゼントするが、いいようは、壺の中に割れた風船が入ることに喜んで、プレゼントに夢中になる。第7章では、 新たなキャラクター、カンガルーの親子のカンガとルーが森にやってきたエピソードが語られる。知らないうちに森に移り住んだ彼らに、ラビットは反感を持ち、プーとピグレットを説得して、まだ幼いルーを連れ去る計画に参加させる。しかし、ルーの身代わりになったピグレットが、カンガによって水風呂に入れられたり、ラビットが連れ去ってきたルーに情が移ってしまうなどして、計画は失敗に終わる。 第8章では、彼らを含めた森の仲間たちを大勢引き連れて、クリストファー・ロビンが南極探検と称するピクニックに出かけ、そこで、プーは南極を発見し、クリストファー・ロビンたちから褒め称えられる。第9章では、プーの大きなさらに活躍が語られる。大雨によって洪水が起こった森の中で、ピグレットは恐怖に駆られて、投げ瓶通信で救援を頼み、 その瓶もプーが偶然拾う。字が読めないプーは水の上に浮かべた壺に乗ってクリストファー・ロビンのところまで行き、彼に手紙を読んでもらうことでピグレットの窮地を知る。そしてプーのとっさの起点でクリストファー・ロビンのコウモリ傘を逆さにして船にすることを思いつき、これに乗って二人でピグレットの元に駆けつける。最後の第10章ではこのプーの活躍を称えるために、 クリストファー・ロビンが祝賀会を開き、プーに鉛筆のセットをプレゼントする。そして夕日に向かってプーとピグレットが一緒に帰っていく様子が語られて幕となる。プー横丁に立った家、編集、プー横丁に立った家は熊のプーさんと同じく前書きにあたる文章と10編のエピソードから構成されている。前書きにあたる部分はコントラディクションと題されており、本文では 本作で物語が終わりになることが示唆されている。本作では熊野プーさんとは異なり、語り手とクリストファー・ロビンが語り合う場面は描かれていない。表題のプー横丁に立った家は本編の最初のエピソードに由来している。この章では雪の降る寒い日にプーとピグレットは引用のためにプー横丁と名付けた場所に家を建ててやろうとするが、 その家を建てるために使った材料は、イーヨーがすでに自分で建てた家であった。しかし、プー横丁の方が、場所柄が良かったために、イーヨーは不審に思いながらも満足する。今作の第2章からは、新たなキャラクターとして、虎の子供のティガーが登場する。夜中に、プーの家の前に迷い込んできたティガーに、プーは何か、食べ物を与えようとするが、自分の蜂蜜をあげても、 森の仲間たちを訪ね歩いていろいろなものを与えても、どれも、ティガーの木に入らない。しかし最後に幼いルーが食べていた爆ガエキスが、好物だったと判明する。第4章では、ティガーは見栄を張って、ルーと共に木の上に登ったところ降りられなくなってしまう。2匹は、クリストファー・ロビンの起点によって、みんなで広げた彼の上着の上に着地することで、助けられるが、いいようは、 ティガーの下敷きになってしまう。第6章では、陰陽ーーは川を流れてきて、ティガーから跳ね飛ばされて、川に落ちたと主張する。言い合いになった彼らに対して、クリストファー・ロビンはプーが発明した、プー棒投げという棒流し遊びをみんなですることを提案し、この遊びを通じて事態は丸く収められる。しかしこのようなティガーの、跳ね返りな態度が目に余ったラビットは、第7章において、 彼の態度を正すために、プーたちと一緒に森の中に誘い込んでそこにティガーを置き去りにするという計画を立てる。しかしその過程で自分たちが森の中で迷子になってしまい、ラビットは逆にティガーによって助け出されることになる。今作ではまた前作とつながりのあるエピソードが第3章に置かれている。ここではプーとピグレットは前作中でヘファランプを捉えるために、 自分たちで掘った落とし穴の中に誤って落ちてしまう。ピグレットは穴の外から声をかけてきたクリストファー・ロビンをヘファランプと勘違いして怯え、そのために恥じいるが、しかし行方不明になっていたラビットの親戚をプーの背中に発見して面目を保つ。後半の第8章はピグレットのより大きな活躍が語られている。ここではプーとピグレットは オールの家は訪問中、王風によってその家が倒壊したために家の中に閉じ込められてしまう。しかしピグレットはプーに鼓舞されながら紐を伝って郵便受けから脱出し、プーたちのために救援を呼ぶことに成功する。続く第9章では家をなくしてしまったオールのために皆で新しい家を探すが、いいようがピグレットの家を空き家と勘違いして報告しに来ると、 ピグレットは勇気を出して、オールにその家を譲り、以降は、プーと一緒の家に住むことに決める。一方、中盤の第5章には、クリストファー・ロビンが成長しつつあることを示唆するエピソードが置かれている。ここでは、森の仲間たちは、クリストファー・ロビンの家の前に貼られていた謎の貼り紙に、困惑するが、後日まさしく綴られた貼り紙が貼られたことによって、クリストファー・ロビンが、 午前中勉強をしに出かけているのだということが判明する。やがて、クリストファー・ロビンとの別れが近づいていることを感じ取った森の仲間たちは、第10章において会議を開き、クリストファー・ロビンに宛てた別れの挨拶として、決議文を作って彼に渡し、そして彼がそれを読んでいる間に次々と立ち去っていく。残されたプルとクリストファー・ロビンは、連れ立って魔法の場所である。 ギャレオン窪地に行き、そこでクリストファー・ロビンはプーに世の中の様々なことを話し合う。騎士の話に惹かれたプーは彼に頼んで自分を騎士に助してもらう。それからクリストファー・ロビンはプーに自分はもう何もしないをすることができなくなってしまったと告げる。そしてこの場所で再会することを誓い合うと二人はまたどこかへと出かけていく。 石井桃子役で原著と名称が違うものは括弧内に、カナ表記で平記している。ディズニー版の設定などに関しては、ディズニー版熊野プーさんのキャラクター一覧を参照。クリストファー・ロビン、ラビット、オウール以外のキャラクターは、ぬいぐるみという設定で、差し絵でも代表が体毛ではなく布地のようにのっぺりと描かれている。熊野プーさんのんびり屋のテリベア。 好物は蜂蜜で、家に蜂蜜を入れた壺を溜め込んでおり、11時のちょっと一口の時間を楽しみにしている。頭はあまり良くなく、字の読み書きもあまりできないが、詩を作るのが好きで自作の詩をよく口ずさむ。家の表札には、サンダースさんと以前住んでいたとされる人の名前が書かれている。サンダースが本名と書かれたものがあるが500。 ピグレットプーの親友で、体が小さくて、気の弱い小豚。好物はどんぐり。森の真ん中にあるブナの木の、その真ん中にある家に住んでいる。家の近くにトレスパッセルスウィル BE ーー、プロッサキュテッドと書かれた縦札から字が脱落して、トレスパッセルス W となったものが立っており、ピグレット自身は、これが、自分の祖父の名前トレスパッセルスウィリアムだと思っている。言いよう暗くて、 ひねくれ者のロバ。周りのものに、諸星君を垂れるのを好む。森の隅の湿っぽい場所にいたが、プーとピグレットによって新たに家が建て直されてからは、プー横丁と名付けられた場所に住むようになる。アザミが好物。ティガーラビットの若手と親友で、ある日、突然森にやってきた虎の子供。悲観気が強く森の仲間の一部から少し、厄介がられている。体は大きいが実際は、 ルーと同じくらい幼く、ルーと一緒に、カンガに面倒を見られることになる。バクガエキスが好物。ラビットティガーの若手と親友で、砂地の土手の穴に住んでいる利口者のウサギ。計画を立てたり指図したりすることを好む。様々な種類の動物からなる、たくさんの親戚がいる。カンガ母親のカンガは後に、ティガーの面倒も一緒に見るようになる。 クリストファー・ロビン森の外れの高台に住んでいる少年。字の読み書きができ、いつも明暗を思いつくので森の仲間たちから頼りにされている。彼自身も特にプーのことを気にかけてよく面倒を見ている。オール100エーカーの森に住んでいるフクロウ。難しい言葉を好んで話す。難しい字の読み書きができるので森の仲間たちから尊敬されている。 熊野プーさんの物語はまず1925年12月24日、イブニングニュース神のクリスマス特集号に短編作品として掲載された。これは熊野プーさんの第一章にあたる作品で、この時だけは挿絵を、J、その後作品10話と挿絵が整い、観光に先駆けて、いいようの誕生日のエピソードが1926年8月に、 ロイヤルマガジンに同年10月9日にニューヨークイブニングポストが見に掲載された後同年10月14日にロンドンで21日にニューヨークでクマノプーさんが刊行された。全著僕たちがとても小さかった頃がすでに大きな成功を収めていたこともありイギリスでは初版は全著の7倍にあたる3万5000文がすられた。 他方のアメリカでもその年の終わりまでに15万部を売り上げている。ただし依然として人気のあった全長を売り上げで追い越すには数年の時間を要した。プーさんの人気を受けてミルンは1927年に刊行されたシリーズ3作目にあたる童謡集僕たちは6歳でも歴史的人物などとともにプーさんのキャラクターをあちこちに登場させた。1928年に プー横丁に立った家が観光されると、プーさんの続編として、ロンドン、ニューヨークで爆発的な人気を博した。人気キャラクターであるティガーやプーボウ投げのエピソードが登場するプー横丁は、今日ではシリーズ4作のうちで最も人気のある作品となっている。これらのクマノプーさんのシリーズは観光当時から手術の限定版を含め様々な 種類の版が現在と同じように作られ、コレクターによる収集の的となった。前述のように、後年には、シェパード自身の手による2種類の再色版も作られている。シリーズの出版に加えて、物語の中にしばしば登場するプーの詩は、フレーザー・シムソンによって曲が付けられ、1929年にプーの花歌として、ミルンの序文付きで出版されている。 シムソンは、チェルシーでのミルン家の隣人であり、僕たちが、とても小さかった頃、僕たちは6歳の詩にもそれぞれ曲をつけている。これらの詩や花歌は、巧妙なバリトン歌手であったディル・スミスをはじめ、ベラリン、ロバート・ティアーなど様々なプロの歌手が、レコードやテープに吹き込んだ。プーの物語は、はじめから朗読されることを意識して書かれていたということもあり、 熊野プーさんの出版前にドナルド・カスロップがラジオで朗読したのをはじめとして物語の朗読レコードやテープも数多く作られた。エーエーミルン自身の朗読レコードも作られたがクリストファー・ミルンは父の朗読を一本上司と評している。BBC のラジオ放送ではノーマン・シェリーがプーな役を演じたがエーエーミルンは彼の演技を高く評価し、 ミルンの葬儀では彼によるミルンの死の朗読、歌唱が行われた。物語の人気に応えて、プーの物語は舞台化も行われ、まだ幼いクリストファー・ミルンもチャリティーの町名工業に自分役で何度も登場した。しかしマスコミの取材が、クリストファーやミルン家に殺到するようになったことは、口実するようにミルンが児童文学から身を引くことを決める一因となった。プーさんのシリーズは、 大衆的な人気と共に批評的にも成功を収めていたが、しかし全ての人間が好意を持って迎え入れたわけではなかった。すでに僕たちは6歳を気取っていて平凡で下手と酷評していたアメリカ合衆国の詩人、ドロシー・パーカーは、プー横丁に立った家の出版の際、ニューヨーカー市場において、鼻歌っぽくという最初のエピソードに登場する言い回しを挙げつらい、 愛読者はここでは、役もゲーゲーしたのですと一人剣をあらわにしている。ミルンは、後の自伝、もう遅すぎるの中で、彼女の批判に短く触れ、プーの本が、子供のための本であり、そして、宣伝された読者であるパーカーに気に入られるために、子供にそっぽを向く、児童文学作家などいはしない、と記している。1963年、プーの出版元である、ダットン社から、 プーパープレックスと題する論文集が出版された。この本は様々な論者による文芸解釈の手引き書の形をとっているが、実際にはどの作者も本式の学者である著者フレデリック・クルーズが演じる架空の学者であり、文芸批評をおちょくった一種のパロデボンであった。この本はその後10年間プーに対する批評を沈黙させたと言われている。フレデリック・クルーズは その後2001年にプーパープレックスの続編にあたるポストモダンプーをニューヨークのノースポイントプレスから刊行している。この本は学会フォーラムにおける複数の学者のスピーチをまとめたという体裁の論文集で、やはり全ての論文著者がクルーズが演じる架空の学者であり、ポストコロニアリズムや脱構築といったパープレックス以降に発展した批評理論が取り扱われている。 政府がインターネットを検閲、規制している中国では2013年に、習近平主席が、オバマ大統領と歩く画像が、プーさんとティガーと並び歩く画像と一緒に、投稿されたのが契機となって、習近平をプーさんになぞらえる投稿が多くなった。2017年7月、プーさんの画像検索や中国語表記、イニグマを含む、メッセージ送信が一時できなくなった。同時期に、 ドラえもんのジャイアンの中国語表記、ユタカトラも検索不可能にされており、これらは最高指導者の習近平中国、共産党総書記と用紙が似ているとネットで指摘されたために規制対象になったと一部メディアは推測している。2019年にアメリカのテレビアニメサウスパークが第299話バンドインチャイナで中国における検閲に追従するディズニーと合わせて、 これを風刺したところ、中国政府から放送を全面的に禁止されて話題となった。熊のプーさんシリーズは着実に翻訳されていき、現在ではプーが翻訳された言語は30を超える。翻訳では1958年にアレクサンダー・レナードによるラテン語訳ウィニー・イレプーが出版されている。これはもともとレナードが娘たちのための ラテン語教材として書き始めたものであったが、自費出版で知人に配ったところ反響が大きかったため出版を決め、はじめにスウェーデンで1960年にニューヨークで出版され、外国語で書かれた本としては初めてニューヨークでベストセラーとなった。1980年には同じ役者によるプーヨコ町に立った家のラテン語訳、ドムス・アングリ・プエンシスも出版されている。 日本では、石井桃子によるわけが1940年に岩波書店により出版された。日本は、戦後、英米の児童書が子供の読書の大部分を占める状況となり、石井和家のプーも広く受け入れられた。なおあまり知られていないが、小熊のプー公というタイトルで、松本恵子が訳したものも1941年に新潮文庫から出ている。年月に、 日本国内における原著の著作権が切れたことに伴い、同年6月には、熊野プーの題名で、直木賞作家森江戸による新薬本が角川文庫より出版された。1982年、ベンジャミン・ホフによるタオのプーさんが刊行された。これは、ニューエイジ思想を背景とした大衆向けの解説書で、プーさんの物語を引用しつつ、その物語を タオイズムによって得するという体裁をとっている。この本を先駆けとして、プーさんのキャラクターを用いた哲学、心理学やビジネスの解説書が数多く作られるようになった。2009年10月、熊野プーさんの正式な続編として、プーさんの森に帰るが、エグモントブックス社およびダットン社から刊行された。作者はデイビッド・ベネディクタス、挿絵はマーク・バージェスで、 ディズニーから続編に関する権利を取り戻したミルンの知的所有権管理者からの許諾を受けており、物語、差し絵ともにそれぞれミルンとシェッパードのスタイルを踏襲したものとなっている。日本では2010年に小玉と木役で小学館より刊行された。熊野プーさんの続編、プー横城に立った家を発表して間もなく、ミルンはショーの終わりというエッセイの中で、 自動文学との決別を宣言した。作品の大きな好評を得ていたにもかかわらず、ミルンがこの分野から離れる決意をしたのは、一つには新たな分野に挑戦し続けたいという冒険心であり、一つには息子、クリストファーのプライバシーがマスコミによって侵害され始めたことに危惧を抱いたためであった。ミルンの手を離れて以降も、プーシリーズは番を重ね続け、 またそのキャラクター商品が多数作られるなどして、その人気は一人歩きしていく。しかしこうして作品が脚光を浴び続ける一方で、プーさんは作者のミルンと息子クリストファーの以後の人生に暗い影を落とすことにもなった。ミルンは児童文学との決別を宣言して以降、大人向けの擬曲や様々なジャンルの小説を手がけていくが、もともとは 子供のためにほんの手すさびで書いたプーシリーズに匹敵するような成功を収めることは二度となく、その後反省は失意の連続であった。1939年に発表した辞典の中では、ミルンは次のように自重している。1955年にミルンが死去すると太平洋の両岸でいくつもの長い追悼文が発表されたが、プーさん以外の業績を中心にして彼を称えたのは、 フルスのパンチ一子のみであった。さらに、プーさんは、息子、クリストファー・ミルンのその後の人生にも、重荷となってのしかかった。少年時代のクリストファーは、お休みと、お祈りをクリストファーに歌わせて制作されたレコードが、元で旧友にからかわれたりといったことはあったものの、依然として父への尊敬を失うことなく過ごしていた。しかしその後、兵役を経て、 父と同じケンブリッジを卒業したクリストファーは、父と同じように、ユーモア作家を目指して雑誌に持ち込んだりといったことを始めたもののほとんど断られ、それからついた家具買い付けの見習いもすぐに解雇されてしまうなど、実社会において苦労と挫折を重ねていくことになる。そうした経験を積むうちに、クリストファーは、次第に父に対する嫉妬や怒りを感じるようになっていった。 1948年、クリストファーは、両親の反対を押し切って、ミルン夫妻と絶縁状態にあった親戚の娘と結婚する。そして、コッチドファームから200マイル離れたデボン州ダーツマスで書店の経営を始めることによって、自立を勝ち取ったが、そのためにミルンとクリストファーとは、ミルンの島で絶縁状態が続いた。クリストファーが、 父との精神的な和解を果たしたのは、1974年に出版された魔法にかけられた場所に始まる一連の自伝執筆を通して出会った。後年のクリストファーは、父の記念碑の除幕式など、風関連の様々な企画に参加している。彼はデボンで祭祀と暮らしながら執筆活動を続け、1996年に75歳で、その生涯の幕を閉じた。 詳細はクマノプーさんを参照。クマノプーさんのキャラクターはすでに1920年代から人形やぬいぐるみ、文房具、カレンダー、バースデーブックといった様々な商品に用いられ一産業として発展していった。1930年1月にはキャラクターライセンス事業の先駆者であるステファン、スレシンジャーがアメリカ合衆国とカナダにおける プーさんのグッズ制作や本案、広告等に関するものを含む商品化券を1000ドルの前払い金と売り上げの66%を支払う契約で購入した。1931年11月までにはプー産業は年間5000万ドルを売り上げる一大事業となっている。スレジンジャーの会社はその後30年にわたってプーのグッズ販売を行っていた。 1961年、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、スレジンジャーの死後に商品化権を保持していた彼の妻、シャーレー・スレジンジャー、および、ミルンの妻、ダフネ・ミルンと、プーの商品化に対する使用許可契約を結び、1966年に、プーさんの初の短編アニメーション映画、プーさんとは緻密を公開した。しかしこのアニメーション作品は、キャラクターたちは、大抵、 アメリカ中西部のアクセントで喋り、プーの親友、ピグレットの代わりに、喫水のアメリカ的キャラクターとして、ゴーハーという原作にないキャラクターが投入され、クリストファー・ロビンは髪を短くしていかにもアメリカ的な少年として描かれ、原作にあったミルンの詩は排除されて、シャーマン兄弟の楽曲に差し替えられるなど、そのアメリカ的な解釈がイギリスで批判の的となった。 イギリスの映画評論家フィリックス・パーカーは、この映画に対して、クリストファー・ロビンの声を標準的なイギリス南部の発音にして吹き込み直すことを求めるキャンペーンを、イブニングニューズ紙で展開し、デイリーメール紙でも、その運動に対する指示が表明された。さらにクリストファー・ミルンからも賛同の手紙が寄せられ、結果としてディズニーにクリストファー・ロビンの声を吹き替えさせることに成功した。 その後、ディズニーはピグレットを登場させた、プーさんと大嵐をはじめ、短編、長編映画や、テレビシリーズなど数多くの映像作品を制作している。当初は概ね原作に沿った内容で作られていたが、後にはオリジナルストーリーも作られ、ゴーファーの他にも小鳥のケシゾゾのランピーといったオリジナルキャラクターが加えられた。ディズニー版の熊ノプーさんは、 アメリカでは強く支持され、プーさんはミッキーマウスと並ぶ人気を持つディズニーキャラクターとなっている。後にシェパードの差し絵の価値に気づいてからは、ディズニーはシェパードの絵の商品家券も買収し、クラシックプーと言われるキャラクターグッズの販売も行っている。1998年には熊野プーさんのキャラクター関連グッズの売り上げがミッキーマウスを上回り、 ディズニーキャラクターの主位となった。日本でも人気が高く、キャラクターデータバンクが行った2002年のキャラクターグッズ購入調査では、ハロー・キティ、ミッキー・マウスなどを抑えて主位となっている。一方、そのキャラクターグッズの莫大な利益について、スレシンジャー社とディズニーとの間で、たびたび訴訟が起こっている。最初の訴訟は1991年。 スレシンジャー社がディズニーに対して起こしたもので、1983年に両社で結んだ契約に違い、ディズニーが商品化券使用料の一部を支払っていないという訴えである。この訴訟では、訴えの商品化券量の金額が正確かどうか、そしてビデオやゲームソフトが1983年の契約に含まれるかどうかが争点となったが、2004年5月、ロサンゼルス上9歳により、 スレシンジャー側の訴えを棄却する判決が下された。1991年には E.H. シェパードの孫によりスレシンジャー社との契約破棄を求める訴えが、1998年にはミルンの孫娘、クレアミルンにより同様の訴えがなされているが、前者は2007年2月、後者は2006年6月にスレシンジャー社側の権利を認める判決が下されている。 ギルズラップにあるミルンとシェッパードの記念プレート、熊野プーさんの舞台となったハートフィールド村近郊の森は現在観光地として多くの愛読者が訪れ作品世界を追体験して回っている。ポッシングフォードの森にはプーたちが棒投げをして遊んだ橋のモデルとなったプーボー投げ橋があり、観光者が実際にプーボー投げをして遊ぶ様子を見ることができる。 ギャレオンラップのモデルとなったジルズラップにはエーエミルンとシェッパードの記念碑が案内ワもなくひっそりと作られている。付近からはノースポールと呼ばれる松の木が集まって生えている場所を眺めることもできる。100エーカーの森のモデルになった500エーカーの森は1987年のハリケーンによって多くの古木を失ってしまったが、 シェパードの描いた情景を連想させる風景はなおも残されている。村の雑貨店、プーコーナーは、プーグッズで溢れており、夏の間は、多数の観光客で賑わうが、秋になると、地元の子供が、時折訪れるくらいになるという。ワルシャワ中心街、空部宿ハーテック通りの街路表示版ソ連版、アニメ、ビンニーコールプーフの切手、熊野プーさんの物語とキャラクターは、 イギリスでは誰にも馴染みのあるものとして、しばしば言及され、いいよう,のようにぶつくさ話す、ティガーのように跳ね回る、ヘファランプの罠のように比喩に使われることも多い。例えば詩人フィリップ・ラーキンは、ニュージーランド版、リスナー氏で、イギリス史のいい音と呼ばれ、実業家、ロバート・マックスは、スペクテーター氏で、跳ね返りティガーと呼ばれた。トム・ストッパードの儀曲、ハップグッドには、あなたは、 ティガーのように跳ね回ったというセリフが出てくる。またクライブ・ジェームズは危機に瀕したイギリス人を描写した文章で怖がるプルト・ピグレットのように彼らは鼻歌を歌い続けるといった表現を用いている。ポーランドでは空武士プハーテックあるいは単に空武士と呼ばれて第二次世界大戦の前から親しまれている。空部種はヤークプの愛称系、プハーテックはプーフの指小型で、 プーさんと同様のニュアンスがある。首都アルシャーの中心街には空シュプハーテック通りがある。ロシアでは1969年から1972年にかけてディズニー版とは別にビンニーコールプーフという壮大で3作の短編アニメーションが作られている。なお、ビンニは英語綴りのウィニーをプーフは同じくプーを転写したもので、スラブ語には監視がないためザは省かれている。 プーの外見が大きく異なり、原作に比べると目が大きいほか全身焦げ茶色で毛深いなどより本物の小熊らしい造形になっているが彼以外のキャラのデザインはラビットがメガネをかけている他は原作絵本の差し絵に近い。内容はいずれも第一巻の話がベースになっており、第一話が第一章、第二話が第二章、第三話が第四章と六章となっており、基本的に 第3話で2つの話を混ぜてある以外流れは原作、そのままに近いが、クリストファー・ロビンは登場せず、第1話から登場するピグレットがそのポジションを、兼任している。プーさんの声優は、SF 映画、不思議は苦キ金、ザザの宇宙人役などで著名なソ連を代表する、コメディ俳優のエフゲニー・レオーノフが担当している。音楽では、ケニー・ロギンスが本作品に基づく、 プー横丁に立った家という歌を作っており、はじめに、ニッティグリッティダートバンドの1970年のアルバム、アンクルチャーリーヒズドッグテデ,ディにこの歌が収録された後、ロギンスメッシーナの1971年のアルバム、シッチンインにも収録された。ロギンスは後に、これをリライトして、プー横丁に帰るという歌も作っており、1991年の 同名のアルバムに収録された。ロギンスは、その後、2000年のディズニー版映画、ティガー・ムービーで、主題歌、ユアハートウィルリード・ユー・ホームも歌っている。また、イタリアのプログレッシブ・ロック・バンド、イ風プーのバンド名は本作品に由来する。大江健三郎は、知的障害を持つ息子、大江光を、自身の小説に登場させる際に、しばしば、EO をその名前として使っている。 この名の書出は、我らの狂気を生き延びる道を教えよである。現実の光は、大江家では本作に由来する、プーちゃんのあだ名で呼ばれていたが、大江は小説に用いるにあたって、同作の別のキャラクターの名前に変えたのだという。1983年の、新しい人よ目覚めよの最後では、彼が、いいよう名を拒んで、光と、 本名で呼ばれるようになった場面が描かれており、以降の大江の作品では、例外的なものを除いて、光、光などの名が主に用いられるようになった。高橋玄一郎は、さよならクリストファー・ロビンと題する短編小説を2010年に発表している。この作品では、様々な物語の登場人物が自分が物語の登場人物に過ぎないことを自覚し始めた世界を描いており、 プーさんの登場人物たちは、虚無に対抗するために、自分自身で自分たちの物語を書き続けるものの、最終的には全員が書くことを諦めてしまう。高橋は本作を、表題作とする短編集、さよならクリストファー・ロビンで第48回、谷崎純一郎賞を受賞している。ただし、講述するように同様し僕たちがとても小さかった頃にはまだ、 プーの名前は登場しない。また同様集。さあ僕たちは6歳では、詩やし絵の随所に、プーや関連キャラクターが登場するものの、それらに限った本というわけではない。一家本項目では、熊野プーさん、プー横城に立った家の二つの物語集を中心に、プーと関連キャラクターに関係する限りにおいて2冊の同様集についても適宜触れる。 修行の中には登場しないが、僕たちがとても小さかった頃のシェパードによる挿絵では、お休みのお祈り、階段を半分登ったところにも、ミルン家のテディベアが描かれている。ただし、口実するように、挿絵のモデルとなったぬいぐるみ自体は、ミルン家所有のものとは別のものである。クマ野プーさんの序文では、ビニーのいるところについて、北極マのところと記述があるが、 これはミルンがウィニーを北極グマと勘違いしているのではなく、ウィニーのいたロンドン動物園のマッピンテラス P150 中3という区域には、サムとバーバラという北極グマが先にいて、この2頭はマッピンテラス完成時のニュースで名前が挙げられるような存在だった P64 から65ため、つまり北極グマのウィニーのいる場所ではなく、俗称が北極グマのところという場所に、 ウィニーがいるということ。石井桃子のわけでは省略されている。E.H. シェパードの息子、グレアムの所有物であった、グロウラーベアは、後にその娘ミネットの手に渡っている。彼女は戦争中も疎開先のカナダに、グロウラーを連れて行っていたが、このぬいぐるみは、ある日、モントリオールの公園で夜犬に噛み裂かれてズタズタになってしまった。こっちフォードファームは、 ミルンの息子クリストファーが手放した後、ローリングストーンズのブライアン・ジョーンズが買い取って自宅として使っていた。ブライアンは1969年にこの家のプールで自殺しており、その後はまた人手に渡り、個人に所有されている。えええ、ミルンはシェパードに送った熊のプーさんの中に自分が死んだら2枚の挿絵で墓石を飾ってほしいという内容の儀式を書き込んでいる。 この本は1990年、クリスティーズのオークションで16,500ポンドで落札された。ヘファロンプは、ミルンの造語。響きから語を連想させる。石井桃子役では、ゾゾ。イントロダクションの反対語として、オールが教えてくれたと記されている。実際には、矛盾を意味する言葉である。ありがとうございます。